阪神高速14号松原線は、大阪府大阪市何枠の恵比寿 JCT から、大阪府松原市の松原 JCT へ至る、阪神高速道路の路線である。急カーブに加え、鉄道をオーバーパスするため、急勾配があり、事故発生率の高い路線である。また、阪和道や、西名阪道と接続されているため非常に、 交通量が多く平日の朝夕の時間帯は、上り線の環状線合流を先頭にした渋滞が頻発している。阪神高速の道路情報ラジオの冒頭は、こちらは阪神高速路側です。午前時分現在の道路情報をお知らせします。と放送される。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成阪神高速などの都市、 高速道路は広い道路や河川を導入空間として作られることが多いが、14号、松原線の安倍の入り口平野出入り口間は南海平野線の上に作られたこともあり、高架下に幹線道路や河川が並行しない区間となっている。なお、この区間では松原線と同時並行で地下鉄谷町線の工事も進められ、 松原線の開通後の1980年11月27日に開通した。ありがとうございます。